不気味、巨人と中日が挙げてきた剣 W。死んだふり作戦成功やね。勝っても勝っても中日が追いかけてくるわ。阪神とヤクルトが落ちてきただけな気もするが。マジで混戦やな。どこもすごい低いレベルで争ってる。また交流戦次第か。横浜独走やろ。横浜以外は団子や。弱らんせ。時代が乱れる時優勝するのはドラゴンズ。今一番強いの中日やろ。戦いたくねえわ。中日は石川細川を打線に組み込み始めてからマジでそこそこ勝てるようになった。多分やけど広島が一番弱い。ガチで。ビシエド二軍行ってから中日調子良くない？強くはないけど優勝争いしてるチームがこいつらに舐めてかかるとボコボコにされていた今見そう。うちのペットのドラゴン強いでしょ。ヤクルトが今かなり弱いわ。投手力の弱さが浮き彫りになってる。無条件で中日をボコれる横浜がこのまま独走しそう。横浜が独走優勝。阪神が孤立の2位。巨人中日広島役で3位争い。阪神も強くないやろ。先発地味にやばいぞ。横浜優勝が現実味を帯びてきた。巨人は打線強力だったのに、呪われてるレベルで繋がらなかったからな。やっと揺り戻しが来た。中日はまだアキーノという呪いの装備を外してないからな。すべては交流戦で決まる。あのチーム力で5位6位なんておかしいと思ってたわ。これからガンガン追い上げてきそう。巨人は一気に世代交代しだしたな。いい感じに混戦になってきたな。阪神広島ヤクルトの B クラスあるで。1普通5弱の可能性出てきたな。